皆さんお疲れ様です。今回は6分間のお尻のストレッチ&トレーニングを行っていきます。素敵なお尻を目指して一緒に動いていきましょう。まずはじめ、四つ這いの姿勢になったら右足を上下に動かしていきます。足をしっかりと大きく動かし、股関節周りから大臀筋しっかりと動かしていきます。急がずゆっくり大きく動いていきましょう。呼吸は常に続けていきます。それでは続いて、右足そのままお尻のラインでまっすぐ伸ばし、半月型を作りながら左右に揺らしていきます。半円を描くように大きく左右に振りながら動いていきましょう。それでは一度ゆっくり四つ這いに戻っていきます。四つ這いに戻ったら、そのまま膝を外側に大きく広げていきます。お尻の高さまで真横に持ち上げていきましょう。体の体幹、大臀筋しっかりと使いながら、つらないように気をつけて行います。それでは一度動きを止め、四つ這いに戻り姿勢を整えます。反対も行っていきましょう。今度は左足曲げた状態で上下に動かしていきます。膝を動かすのではなく、股関節、お尻、大臀筋から大きく動かすことを意識しながら動いていきましょう。呼吸は続けていきます。それでは足を戻し、手の位置今一度調節していきます。続いて左足まっすぐお尻のラインで伸ばし、半月型描きながら左右に揺らしていきます。大きく動かしながらお尻の横の筋肉しっかりと刺激してあげましょう。それでは今一度四つ這いに戻っていきます。姿勢を整えたら、今度は左足の膝を真横に広げて、お尻の高さまで持ち上げていきます。体幹、お尻しっかりと意識しながら、手の位置、右足の位置動かないように意識しながら行います。呼
吸は止めず行っていきましょう。それでは足を倒し、かかとの上にお尻を乗せ、リラックスしていきます。チャイルドポーズです。上半身を持ち上げ、正座になっていきましょう。これで終了となります。素敵なヒップを目指していってください。